はい、ヒルビール法則、今日のアウトプット。今日も私、LGBTQ クイアのマーコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日はね、第8章、運動とダイエットの方法論。運動とダイエット方法論っていうのがテキストのそのままのやつなんだけど、私はね、ダイエットの方法論にって言っちゃうんだよね。まあいいよね。そんだけ、サクッといきましょう。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコネーが、普段勉強しているテキストをもとに皆さんと一緒に勉強をしながら私も学ぶという趣旨でやっているものです。で、このテキストは各項目ごとにいくつかの問題が出てまして、その問題を解きながらその回答とともに内容を確認していくという趣旨になっています。まあ、そもそもなんでこういうポッドキャストをやってるかっていうと、アウトプットの重要性を私自身はよく知ってるというか、まあ自覚してるっていう感じなんですけども、アウトプットっていうのは自分で学んだことをね、人に伝えることで自分の中で不確実なことを確かにしていくという作業の一つになってます。まあ、そんなわけで今日の問題はこちらです。今日の問題は、運動は時間あたりの消化カロリーが最も重要だ、イエスかノーか。まあね、この問題だけ見ると何言ってるのっていう感じなんですが、つまりこういうことです。ジムとか行くと、まあね、ヨガ1時間何キロカロリーみたいな感じで、まあ、1時間あたりの目安のカロリーとかが書いてある場合があります。はい。まあ、それとかね、まあ、運動によっては、まあ、いろんな資料があるんですけども、資料によっては、水泳1時間やるとどれくらいのカロリー消費しますよみたいな、そういう目安っていうものが、まあそう、どうかな、最近はそんなにない気もするんだけど、まあ以前はね、そういうの結構あったんですよ。うん。まあそれを見て、まあ水泳は1時間やると、まあそれくらいのカロリーが減るんだ、みたいな感じで、考える人もいました。はい。まあそんなわけでですね、まあ運動は1時間あたりの消費カロリーがやっぱ高い方が、ダイエット効果があるのかというものについてイエスかノーかという質問になっています。さあどうでしょうかね。今日のテーマはこちらです。今日のテーマは運動の本当のダイエット効果。本当のとかいうの、このテキスト好きですよね。運動の本当のダイエット効果。さてどういうことでしょうか。まずはこちらから解説していきましょう。はい、お話をする前に、まず運動に対する基本的な誤解をちょっと解いておきましょう。運動はね、結局、長く運動したからといってダイエット効果が飛躍的に伸びるとか、そういうことはございません。はい。全くね、罰っていうわけじゃないですよ。そう。もちろん強度が強い運動を、長時間、やったらやったなりの効果はあるんですが、それがイコールダイエット効果というふうに、イコールじゃないところもあるんです。はい。そこで、それがどういうことかについて、ちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、筋肉を、まあ、結果的に運動すると筋肉が鍛えられるわけなんですが、まあ、筋肉を鍛えるってことに対するダイエット効果を見ていきましょう。まあ、運動することで筋肉が鍛えられると、筋肉の活性化を増量させることで、日常的にも活動代謝が上がっていくんです。はい。まあ、活動代謝が上がっていくってことは、まあ、筋肉がつくことで、代謝何もしなくても、ほんと、ぼーっとストーンを見てるだけでも、代謝量が上がり、ぼーっとストーンを見てるだけでも、以前よりは筋肉をつける、運動する前の筋肉量に比べれば、代謝量が上がって、痩せやすい体になってるってことです。さらに、血行がね、促進されて、ダイエット効果、さらにいっぱい。いいでしょう？いいでしょ？運動した結果、代謝も血行も良くなると。ダイエット効果が上がる。いいじゃないですか。まあ、筋肉をつけるということはそういうことです。なので、筋トレは、筋トレと言わなくても、体を動かすことで筋肉を活性化させることはとっても大事です。はい。まあ、その上で、運動の本当のダイエット効果についてお話していきましょう。今日は暑いですよ。なぜなら、私も今日からもうちょっと積極的に筋トレしようと思ってるからです。
で、運動の本当のダイエット効果についてなんですが、まあ、運動はね、運動してる時間帯だけがダイエットではないんですよ。運動してる間だけ、もちろん運動してる間は、もちろん脂肪も燃焼しますよ。はい。ですが、そうではない、運動終わってからも、エポック効果というものがあります。まあ、エポック剤は、その後も続くみたいな内容で、ダイエットの専門用語ではないんですが、まあ、エポック効果というものがあります。エポック効果について見ていきましょう。でエポック効果というのはですね、運動をね、終了したと同時に、まあ、終了中もそうですけど、終了したと同時に、体温上昇とか心拍数のね、増加とか、血行の増加とかがピタッて止まるわけではなく、まあ、そりゃそうですよね。ポッカ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 も動いて、ポッカ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 してるのが、やめた、あと、じゃ走っててポカポカしてるのが、止まった瞬間、キューッとクールになる方はそうじゃないじゃないですか。しばらくポッカ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 してるじゃないですか。汗もダラダラ出て。そう。それがまさにエポック効果っていうものなんです。はい。なので、運動によっては、そのエポック効果が24時間続くものもあるんです。そう。運動によってはね、そう。長いく、エポック効果が続くものもあるし、まあそうでもないものもあります。このテキストにはですね、エポック効果が長く続くトレーニングって何かっていうのはちょっと書いてないんです。ただ、私は調べました。もちろん皆さんのためと、何よりも私のために。まあね、ここで逆説で最初の頃とちょっと違う話になるんですけども、やっぱり、ものすごくハードトレーニング、ちょっと高度というか、まあその筋肉をハードに使うトレーニングを長くやるようなスポーツの方が、エポック効果は長く続くんです。はい。確かにそうなんです。なので、エポック効果で、自分の新陳代謝レベルを高いまま、運動終わった後も長く持続させようとしたら、やっぱり高ストレスのね、そう、ものすごく体力を使う、トレーニングの方が、いいはいいんです。ただね、そうじゃなく、どんな運動であっても、上がった、体温とか、心拍数とかは、ある程度、なだらかに、繰り寄っていくというエポック効果があるので、はい。まあね、自分の体力に合わせた運動を少しずつやるのが、やっぱり何よりも重要です。はい。でですね、運動を継続する。うん、まあ何度も言ってきました。運動をね、一日でやめるんじゃなくて、継続していくことで、まあ体がどういう変化が起こるか、一番の効果についてお話します。このね、運動を継続することの一番の効果というのは、実は体質の変化です。はい。まあ、これがやっぱり一番重要だと思うんですが、まあ、筋肉の活性化や筋肉量の増加をするわけです。運動すると。はい。そうするとね、以前使われてなかった筋肉が使われるようになって、まあ、活発になってね、全然使ってない筋肉は。うん。まあ、私の場合だと、寝るときと起きるときしか使ってない腹筋を、ちょっと腹筋を使うような運動をしたと多分パキパキになるみたいな感じですね。まあそんな使ってない筋肉が活発になって、まあ交感神経が刺激され、代謝量が増えて消費エネルギーが増える。そうですね。まあ運動継続することでね、運動継続することでやっぱり筋肉がちょっとずつついて、そうして代謝量が増えるんです。はい。何よりも痩せやすい体になるということです。はい。さらに心拍能力、そう、心肺能力が上がって、酸素摂取量も増えてね、血行が良くなり、それによっても代謝が上がります。はい。まあ、まるっと言うと、運動はね、そんなにきつくなくてもいいから、自分のペースで、まあ、日々ね、日々できる運動をやりましょうよ。それが何よりもダイエットの重要なことですよ、っていうことが、まあ、ここに書いてあるんです。はい。では、今日の問題を振り返っていきましょう。今日の問題は、運動は時間あたりの消費カロリーが最も重要だ。まあ今見てもこの問題がこの内容に合ってるかって言ったらちょっと微妙な気もするんだけど、まあこれはですね、バスですね。はい。まあ、運動効果は運動中よりもそれ以外の時間においてね、とっても大きな効果があります。
要は筋トレっていうのは筋肉がついた分の分大きな影響が大きなね恩恵があります。なのでね、まあ有酸素運動と筋あの無酸素運動どちらも重要なんですが、私は無酸素運動の筋トレに重きを置いてます。はい、とはいっても有酸素運動しないわけじゃなくて、まあ毎朝ね片道40分歩いて出勤してるわけだし、まあ家の中ではパソコンは立ち机で、まあ、ずっと家の中にいる限りご飯食べるとき以外はずっと立ちっぱなしです。なのでまあ全く有酸素運動してないわけじゃないんですが、どちらかというと普段の運動としては筋トレを重要視してます。はい、まあ、それはね皆さんがどういう風な生活をしてどういう風な生活リズムの中に運動を取り入れたらまあ一番やりやすくて続きやすいかっていうのを皆さんの中でちょっと考えてみて、それに応じてやってみればいいと思います。はい、さあじゃあ明日の問題はというとこちら。明日の問題は、夜間は体が完全に体脂肪貯蓄モードになる、イエスか ノーか。貯蓄モード、まあね、これテキストはね貯金モードって書いてあるんですけども、まあ、貯金モードちょっとねイメージがつかなかったので貯蓄モードに切り替えました。はい、まあ、夜間はね体が完全に脂肪を貯めるぞっていうモードになるのか、イエスかノーか。ねえまあ夜遅い時間に食べちゃダメよっていうぐらいですからってね、まあどうでしょうか。まあそれは明日のお楽しみに。この今日のアウトプットは毎日12時に配信してます。はい、今日も明日も明後日もこれ全100回の予定です。はい、で問題40、明日明後日でこの今やってるダイエット検定2級テキストは全て終わります。はい、まあ、ここまでの内容をしっかりまるっと理解してるとまあね、なかなか敷居が高いと言われる日本ダイエット健康協会の、2級相当の生活アドバイザーの資格を取ることができます。まあ私もね思い返すこと何年か3年ぐらい前に初めて試験を受けた時に、いやまあ正直言いますよ、2級すらまぐれでよかったと思ってます。はい、まあ、今このテキストを皆さんとここまでやってきた私だったら2級ぐらいちょろいと思うんですけども、当時はね、まあ、つけ焼き場のような勉強で、まあ、やっと受かったっていうのが正直なところです。まあ、1級に至っては歯が立たなかったっていうのが、まあ、正直なところなので、まあね、今回は、ね、7月にあるテストのために、まあ、39、40と超えて、そっからさらに難しい1級のテキストをババッと、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。そんなわけで、今日も明日も明後日も、お昼12時には、私の声を楽しみにして待っててください。マコネでした。バイバイ。